はい、どうも、あじまです。今回も次のシリーズ、色欲、夢見てるは夢見てる、第8話、夢見事件、続きやっていきましょう。交代だ。え、ちょっと待ってくれ、ちょっと来たぞ、あいつ。お兄ちゃん、急に大声出してどうしたの？入ったな。すごい、なんかテル君の顔つきが違うもん。ルナ、4年ぶりだな、ルナ。え、ルナ戸惑うやろ。私も戸惑ってるし、視聴者も戸惑ってるよ、今絶対。本物のお兄ちゃん、本物？ああ、本物、今まで僕何やったんですか？偽物？嘘、どうやって戻ったの？テルの体を借りた。一時的だが、今俺がこの体を操っている。そんなことができるなら、どうして今まで出てこなかったの？テルに全てを委ねたからだ。4年前に交わした約束はお前も覚えているだろう。テルと2人で平穏な人生を歩むと。そうだけど、よく1人で耐えてくれたな、ルナ。何も知らない俺とよく一緒に続けてくれた。今、偽物のテルおらんけん、全部教えてください、二人とも。今、テルおらんし。うん。守ってたよ、ずっと。一人で。いろんなことを忘れちゃって。でも、正義感だけは、一人前に強くて。どこかに行っちゃいそうで大変だったけど。それでも大好きなお兄ちゃんだったから。ルーナー、ごめんな、メンヘラとか言うて。ありがとう、ルナ。うん。感動の再会だが、長いもしていられない。俺が出ている間は空白の記憶となり、テルが戻った時に整合性が保てなくなるからな。何言ってんの、全然わからん。何、整合性って。そっか、そうだね。何の話ですか。俺が出てきたのは他でもない、母が残したあの金庫の中身を確認するためだ。何が入ってるか知ってるの？いや。だが中身は想像がついている。見ちゃおう。偽物のテルおらん間に見ちゃおう。いろいろ聞いちゃおう。何が入ってるの？なんか赤い書類みたいな。書類だ。母が過去にしていた仕事の情報が書かれている。なんて書いてあるの？みーちゃお、みーちゃお。ルナ、これは俺が預かっておく。え？お前が内容を知ってしまうことで、テルに感づかれるのは怖いからな。念には念を入れたい。そっか、分かったよ、お兄ちゃん。言えや、お前。もう一人のテルが書類を入手しました。何も教えてくれんやんか。他にも何か入ってるぞ。何これ。これは敷札だ。2枚ある。1枚は「ジン」が書かれて、もう1枚は白紙だ。ジン、敷札を2枚入手しました。何これ。これ千と千尋で飛んでくるやつやろ。敷札って何なの。その昔、陰陽師が使った札だ。ジンという模様を書き、式神と呼ばれる使い魔を現世に呼び出した。へえ、そうなんだ。だが、こんな目が描かれた陣は見たことがない。どういう意味だ？目。それがお母さんが見つけさせたかったものなんだね。見つけさせたかった。うん。だってお母さんが霊になって、私たちをここに連れてきたんだよ。母が霊に。なんかあの4年前のテルの感じ、お母さん死んでないわな。多分そんな感じがする。お母さんの霊はどこに行ったんだろう。ここに来るまでは一本道だったはずなのに。ルナ、それは母の霊じゃない。え、もうええよ、本当にちゃんと喋って。何、ライトが
悪い例ですか？だとしたらもう危なくないですか？何これ？ルナ後ろ、志村後ろ、あー逃げるぞルナ。まあ、100% お母さんではなかったし、九太郎でもなかったな。どうして？お母さんの例じゃなかったの？お前は知らなくても仕方がないことだが、母の魂はある理由からこの世に出てくることはできないんだ。で、霊にはならないってこと？そうだ、絶対にできない。じゃああの霊は何なの？なんか大事やったよ。もう一回見たいの。今は早く上に逃げるんだ。来てるお兄ちゃん、まだだ。よかった、早くライトつけて。ライトつけましょう。まあでしょうね。これ何？でもお母さんのフードかぶっとるよね。でもなんかカッパみたいな手しとる。目が。何これ？やばい、夢に引きずり込まれるぞ。何やろあれ。ルナ、次はリビングまで逃げるぞ。うん。でもあの目の色的になんかテル君たちと同じ感じするけどね。これマゼンタやろ？え？何これ？あ、セーブセーブ、一応セーブ必要。どうするの？ルナ、サインペンはあるか？何急にサインペン。え、あ、あるけど何に使うの？あー、なるほど。俺が時間を稼ぐから。もう一枚にこれと同じ模様を描いてくれ。え、難しくない？この模様描く難しい。え、何それ？敷札？あの霊を倒すのに使うんだね。あ、そうだ。これちょっとでも間違えたらどうなるんやろ。分かったよ、任せて。暗いからライトも使え。ありがとう、お兄ちゃん。優しい。それじゃ、頼んだぞ。テルどうすんの？頑張って。テル、懐中電灯もなしにどうすんの？ああ。来てる？来てるね。来たな。もうなんかお母さんっぽくない？違うの？あの霊の正体は、母が作り出した式神だ。母は死ぬ前に、現世に神の書かれた式札を残していたのだろう。なんて書いてた、読めなかった。ごめん、ごめん、ごめん。みんな止めて読んで。この式神は役割を持っている。一つは、俺たちにあの書類を入手させること。そしてもう一つは、奴が伝承の目を持っていることから推測できる。式札に書かれていた目は、式神に伝承の目を持たせるための陣だった。わざわざ式神に目を持たせたということは、俺たちを夢の世界へ連れて行くつもりだろう。言ったらよくない？母は死してなお、テルたちを自分のもとへ呼び寄せたいと考えているのか。どういうこと？そうはさせるか。通路を塞がれてるの、避けられるか。どういうことなの？お母さんはテルをその夢の世界に連れて行きたいってこと？来るぞ。来るぞ。敵の攻撃を避けてください。はい。急なリハビリタイムやんか。上逃げるぞ。なんかお母さんがテルを連れて行きたい感じはしとったよね。次どこ行くって書いとった。テルの部屋。少しは引き離したか。じゃあこういうお母さんがラスボスってこと？もう来たか。家中が次々に夢へと変わっていく。ルナが陣を書き終わるまで時間を稼がなければ。どういうことなの？あの腕で俺をつかみ夢へ引きずり込むつもりだな。それならこっちにも考えがあるぞ。何？ドリームリンクを使いあの腕を引きちぎるぞ。ドリームリンクってそういうことできるの？え、何そのポーズ。テル？本物のテル？来るぞ。え、何そのポーズ。ちょっと何これ、何が起こるの？はあ、ドリームリンクを、じゃあ、ね、これタッチしてドリームリンクを発動してください。どういうこと？タッチタッチタッチ。え、何これ。はあ、え、何これ。ついていけない。テル君、テル君、テル君聞いてる？あ、手ない。ああ、ああ、目しか与えられなかったから叫び声も上げられないか。だが動揺は隠せないようだな。
奴の腕がちぎれた理由。これは母の書斎にあった秘密の部屋を隠していた仕掛けと同じだ。ドリームリンクで部分的に夢へつなげ、現世のものを夢に引きずり込み、夢の出口を閉じてしまえば、突っ込んでいた腕は切断されてしまうというわけだ。よくわかんないけど、買ったならいいです。時間を稼ぐまでもなかったな。このまま、とどめを刺してやろうか。え？お前さ、なんかやだ。そのテル君やだ。前のテル君がいい。え？って言ったやん。腕さえなければ、もう恐れる必要はない。今のうちに、リビングへ向かおう。なんか前のテル君が良かったな。あの頭の悪いテル君が良かったな。お兄ちゃん、ルナ、ジンはかけたか？うん。お、上手。何これ。よし、うまいぞ。びっくり、その才能。来たよ。来たね。あの子、手なくなって。手首が切れてる。あれなら、俺たちを捕まえることはできないからな。でも、伝承の目が残ってるよ。まあ、そうですね。あ、全然ダメやないか。引きずり込まれる。絶対ないって言ったやんか。引きずり込まれることはないだろうなって言ったやん、カッコつけて。もう、テル。言ったよね。引きずり込まれることはないだろうって言ったよね、テル。何これ。はてな、はてな、はてな、はてな。ちょめ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 に行きましょう。どこ、ここ。終わった？え？え、どこに来たん？ちょめちょめちょめって書いてたよ。終わったな。お兄ちゃん、何が起きたの？あの式紙に与えられた役割、それは金庫の書類とともに俺たちを夢に引きずり込むことだ。逆を言えば、母からはそれ以上の命令を与えられてはいない。俺たちに危害を加えなかったのはそのためだ。2枚のテルとルナを引きずり込んで満足し、その役割を終えて式札に戻る。俺たちの姿になった2枚の式紙も今頃は紙切れに戻っているだろう。あ、そういうことね。今ビョイン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 ってなったのは式紙の方やったよね。なるほど。そういうことだったの。あ、身代わりになってもろたってことやね。終わったね。ああ。終わっちゃった。でもあの式紙って一個はあの例やったんやろ。一個、ルナちゃんが書いたあのジンのおかげで僕たちの式紙が現れたってこと？頭がついていかれへんで、テル君。そろそろあのバカなテル君返してくれん。テルが起きたら、今日のことは空白の記憶となって忘れているだろう。今度はどれだけの記憶がなくなるの？今日という一日の記憶が丸ごとなくなる。今日あいつはネコルナを追いかけて、俺の夢に入ってきてしまった。そのことも忘れた方がいいだろう。ネコルナが、母が隠していた地下室は、ルナ、お前だけが知ることになる。秘密にできるな。うん。ルナちゃんにあんまり背負わせすぎんといてほしいんやけどな。4年前のある日、空白の記憶ができれば、二人は平穏な人生を送れると思っていた。だが何も知らないテルは、本来持っていた正義感から、怪奇探偵を始めてしまった。ルナも驚いただろう。俺がしていた怪奇探偵を忘れたはずなのに、あいつが自らやり始めたんだから。だが犠牲者も出してしまった。やめてよ、今鈴木を出すのはやめて。同級生の鈴木レミを助けられなかったことで、テルは平穏なルートから外れてしまった。その結果、未成年でホストクラブに入るという想像を絶する今の状況になったわけだが。だがそれも俺の人生なんだ。ルナと二人で協力すれば、理想とは別のもう一つのルートが開けていくだろう。お兄ちゃん。じゃあな、ルナ。また会えるよね。なんかルナちゃんはこっちのお兄ちゃんがなんか大事でっていう感じはするよね。このお兄ちゃんの言うことを聞いてあのバカなテルを守っとる感じはするけど、どうなんやろ。
俺はいつもお前と一緒にいるじゃないか。だから寂しくないだろ。いい兄弟なんやけどな、ちょっと不思議なことが多いな。もう一人の俺のこと頼んだぞ。あ、戻ってくる。バカなテル戻ってくる。バイバイお兄ちゃん。お兄ちゃん起きて。お兄ちゃん、あ、戻ってきた。バカテル、あれもうソファーで寝ちゃったの？ルナ、おはようお兄ちゃん。夢を見てたような。どんな夢だったの？どこかこの世とは思えない場所で、俺は出口が分からずにさまよい続けていた。絶望と孤独を抱えてその場で立ち尽くしていたんだ。でもその時、ルナが赤い糸で出口の場所を教えてくれたんだ。私も夢に出てきたんだね。確かその場所に閉じ込められる前に、何かとてつもなく恐ろしいことが起きたような。変な夢見ちゃったね。なんか今回はさ、その空白の記憶の部分を見てしまったけん、ルナちゃんが内緒にしとることとかを見てしまったけんさ、なんかいっぱい背負い込んでるな、この子は。なんかごめんな、バカで、テルが。ごめんね。それじゃあ、ご飯にしよう。今日も私が作るから待っててね。今までのルナちゃんもこんな感じで、いろいろ背負ってきたんだなと思うと、なんか心が苦しいですね。これでいいんだ。もう一人の俺、などという異端な存在は、初めからいなかった。二人の力で解決していくのが、最良の選択なんだ。それからお兄ちゃんが昨日の記憶を思い出すことはありませんでした。空白の記憶が作られ、お母さんの秘密の地下室のことはちゃんと忘れていました。これでお兄ちゃんが色欲を思い出すことはないでしょう。お兄ちゃん、寝転な。この向こうにはお母さんの秘密が隠されてたんだよ。昨日お兄ちゃんと一緒に入ったんだよ。でもそれを覚えているのはこの世界で私だけ。お兄ちゃんは何も覚えてないの。どうしてこんな風になっちゃうんだろう。一緒にいるのにこんなに寂しいことってないよ。だからね、寝転な。お願い、お兄ちゃんをもう一度夢の中に連れて行って。冷たいな、寝転なは。今のさ、ネコルナの感じを見る限りは、ネコルナってあの4年前の自分が入っとんちゃうんかなっていう気もする。文字の色がなんかね、4年前のテル君と一緒やったよね。さて今日も働くか。ん、あれ、不穏やったぞ今。あれ、何か違和感があるような。このドアノブのところに何かなかったっけ。え、中に入る。いや、特に何もないな。思い過ごしか。中に入ろう。急にそういうこと言うのやめて、てるくん。あ、あれ、こんな音楽でしたっけ。あ、てる、お疲れ様。ホステル、ホス、お疲れ様です。いや、昨日は楽しかったぜ。てるも来ればよかったのに。行きたかった、行きたかった、ジェリーちゃんとこ行きたかった。昨日はあの後、チェリーちゃんの店で盛り上がったんだぜ。チェリーさんのアフロからいろんなものが出てきたのよ。見たかった。あ、あれ見物だったな。そうなんですか。俺も誘ってくれればよかったのに。あ、ん？忘れとんや。いや、誘っただろう。え、そうでしたっけ？そうだよ、テル。
昨日はリュウガさんが出かけちゃってドリームスが休みになったじゃない。だからキラ君が行こうって誘ってくれたでしょ。そうそう、先輩の誘いを断るんだから。テルも偉くなったよな。え、昨日休みだったんですか。え、お前な、いい加減にしろよ。え、怒らんといて。さっきからその物忘れキャラ滑ってんだよ。そんなキレることでもないでしょ。いや、滑ってないですし。っていうか、おかしなこと言ってるのは二人の方じゃないですか。だいたいドリームスが休みって何ですか。なーに、やっちまったな。で、テル。何騒いでんだ。あ、竜がいる。竜が聞いてなんかめっちゃキレられた。竜がさん。キラ、先輩のおめえが頭に血のぼってどうすんだ。あ、すいません、リュウガさん。ついカッとなって。怒りすぎですよね、どう考えても。テル、ちょっと事務所まで来い。え、なに？はい。え、なに？怒られるのやだ。テル、え、やだ。絶対あれはキラが悪かったと思います。テル、困るな、輪を乱されちゃう。違うの、もう僕何もしてないです。この店は人数少ねえんだから、仲間意識は持ってもらわねえと。はい。すいませんでした。ですが、今回のことはキラ先輩たちがおかしいんですよ。昨日ドリームスが休みだったとか、わけわかんないこと言ってて、俺はハブられてるんでしょうか。いじめられているんでしょうか。何その顔流が。キラから、報告は受けてるぞ。お前の夢見の力を狙う連中のこと。それと、空白の記憶ってやつもな。え、龍河さん知ってたんですね。まあな。あ、ごめん、読めなかったね。キラは見えてなんかいいやつですみたいなこと書いとって。お前の細かい変化も意外と気づいてるぜ。そうなんですね。昨日、確かに俺は店を休みにしたよ。え、じゃあ、お前が忘れたことになるな。そんな、空白の記憶ね。それも、お前の家にかけられた呪いなのか？いえ、わからないんです。いろんな謎が多くて困っていて。だけど、そのせいでみんなに迷惑をかけるわけには。なんか、龍がいつもと雰囲気違くない？そんな声だったっけ？お前はどうしたい？このまま、夢見の呪いに縛られ続けるつもりか？本当にそれでいいのか？え？何これ、ちょっと待って、セーブしたい。諦めたくない。もう諦める。全員を敵に回す。全員を敵には回したくないな。ちょっと諦めたくないです、僕。ちょっと正直知りたいです。俺は、呪いの正体を探して戦っていきます。家計の呪いも、夢見の力を狙う連中も全てを断ち切って、母のように夢に引きずり込まれる人々を助けていきたい。それが夢見の力を使える俺の使命なんです。そうか。わかったよ。それじゃ、ギラたちに詫び入れてこい。俺の話はそれだけだ。はい。龍が、なんかちゃうくない？いつもと。龍が、夢見の力、ね。龍が？龍が何やったやろな。いつもと雰囲気違うかったけど、なんか、休みの日になんかあったんかもしれんな。再び、空白の記憶ができた理由。最近もう一人の俺の夢を見ることに関係があるのか。夢に出てくる昔の俺。あいつの存在が初めて明るみになったのは、4年前の記憶を思い出そうとした時だった。昔の記憶をむやみに掘り返す。おい、お前も帰んでいい？昔の記憶をむやみに掘り返すなと、警告をしに現れた。あれも夢だったのか。起きたまま見てしまう。白昼夢というやつだろうか。わかんないですね。そういえば、あの時の出来事には違和感があった。俺はあの赤い海に引きずり込まれ、出る方法がわからなかった。その時、ルナが助けに来てくれたんだ。そうやね。ルナは全てを知っている。あの時、ルナは誰かに会ったと聞いた。
誰かがいることを知らなければあの言葉は出てこない。おそらくもう一人の俺のことも知っていたんだ。ルナに聞いてみようか。お前前回もルナには何も聞かないって言ったやんか。ルナ、え、なになに？来たん？母さんの書斎で何をしてるんだ？お掃除してたんだよ。そっか。どうしたの？ルナ、もう一人の俺のこと、どこまで知ってるんだ？え、キズ君早ないって思ってるよね、ルナちゃんも。え、昨日の今日やでって。あいつはもしかしたら、俺の記憶を操ることができるかもしれないんだ。昨日、俺にまた空白の記憶ができていた。おそらく昨日、4年前の事件と関係のあることが起きて、記憶を消されたんじゃないかと思うんだ。やめて。そんなこと聞かないでよ。そうやね、夏祭りでもう聞きませんって言ったやん、自分。何言ってるの、お兄ちゃん。もう一人の自分なんて、そんな人、いるはずないでしょ。え？私が私の言葉でお兄ちゃんの存在を否定する。全部が夢だって言わなきゃいけない。夢で見たのならそれは空想の人物なんだよ。記憶を消すなんてそんなことできるはずないでしょ。え、でもそれがお兄ちゃんとの約束だから。お兄ちゃんはいないって言わなきゃいけない。だからそれは全部夢の中の出来事なんだよ。だけどルナはあの時、でもそんなの私が壊れちゃうよ。ね、お兄ちゃん。テル君もやめてあげて。なんかルナがかわいそうやわ、すごい。やめてあげて。ルナ、お前の顔を見ればわかる。俺の考えが合ってるって。やっぱりあいつが記憶を消したんだって。俺の考えが正しかったんだって。なのになんでそんな顔するんだよ。うん、ルナちゃん泣くで、もうそろそろ。ルナ。ずっとこう、てるくんと、この色欲というストーリーを進めてきたから、知りたいという気持ちはすごくわかるよ。知りたいけど、あのルナのことをいろいろ知ってしまったがゆえに、もうそれ以上聞かんといてあげてくれっていう気持ちもある。しかし私は知りたい。日常が狂っていく。当たり前だと思っていた日々が偽りのものだったと気づかされていく。ルナの瞳は俺という人格の向こう側を見ているようだった。偽りで塗り固められた日常が今崩れ去ろうとしていた。ちょっと待って、終わり？これまたエンディングがすごいおしゃれなやつやんか。いつもと雰囲気が違う。どうなんやろう。なんかルナとあの4年前の自分、テル君との約束を見てしまったからこそ、アイムシアンさんありがとうございました。してしまったからこそ、ちょっともうテル君にあんまり無茶はしてほしくないけど、難しいな。どうなんやろ。はい、じゃあ次のシリーズ、色欲、夢見てるは夢見てる、第8話、夢見事件、終わりです。第8話はちょっと今までと違う感じはしたね。話をどんどん進めていったというか、もういろいろなんか私もどうしていっていいか分かんなくなってきた。おそらく第9話でこの色欲が終わるということなので、次回もう最終話になるかなと思います。なので最後までぜひお付き合いください。ありがとうございました。